皆さんこんにちは、ケン山本です。皆さんよくですね、巷で横隔膜マッサージっていう言葉だとか、横隔膜を鍛えようだとか、横隔膜ストレッチ、横隔膜マッサージっていう言葉よく耳にしますよね。あれって、まあ、無理だからねっていうお話をね、今日はしようかなっていうふうに思っています。で、今回人体解剖実習です、ですねあのハワイ大学の医学部の方で行ってきたんですが、ホルマリン漬けのご検体の他にフレッシュ生検体といって、全ての関節が自由自在に動く、レアなね、腐敗処理をしていないご検体を使ってですね、いろいろ、解剖をですねしてまいりました。でその中の一つとして横隔膜に対して注目をしてきました。横隔膜ってどの位置にあるかというとですね、もうトップがですね、この乳頭の位置なんですね。乳頭の位置から、肋骨一つ分ぐらい下がったあたりがトップなんですよ。あのリラックス時ですね、リラックスしている時ですね、息を吸っても吐いてもない状態っていうか、まあちょっとこう吸い終わって吐き終わってリラックスしている状態、この状態でご検体があるわけなんですが、この状態で乳頭よりも、肋骨一つ分下がったところに、まあ、トップな状態がありました。まあ、あの解剖学的 C でいうとね、4号間だから、ここが2ですよね、3、4、4号間って、まあ、ここにあるわけです、ね、この1個下の部分に横隔膜のトップが、まあ、リラックスの時にあるわけですね。ここから吸う時には、下がり、吐く時には上がっていくっていうような感じがあるわけです。で、この、まあ、トップが、56なんで、まあ、乳頭の1個下って言ったんですが、まあ、お乳が大きい人だとか、まあ、スリッパみたいにおっぱいが垂れちゃってる人が、まあ、1個下ですねなんて言わ、そういうことを言わないでくださいね。まあ、解剖学的 C の、4号館より1個下、つまり、まあ、最初からそう言って言えばいいんですけど、まあ、56あたりに横隔膜のトップがリラックスした時ありました。そしてなんていうか、そこからですね、じゃあトップが、56ぐらいだったら、下はどうなんだってことなんですけども、大体ですね、7もしくは8のところに、からスタートしてるって感じですね。まあ、もしくは9のところもあったと思うんですが、どうやっても指が届かないところにあったというのは、まあ、間違いない事実です。まあ、もしですね、橋と言われるとですね、まあ、触れるんじゃないかなっつって、まあ、この辺からね、ぐーっと指を入れようとするんですけど、まあ、右側は、肝臓があって、まあ、ちょっと、まあ、危ないかもしれないですよね。で反対側入れようとしたとして、患者さんってね、時々ね、力で言ってくださいって言っても、反射的にグイッて、なんかお腹に力を急に入れちゃってですね、反射で。で、この肋骨をですね、ゴリンってね、なんか外にゴリンってなっちゃうことがあって、まあ、下手するとですね、そこの部分って肋軟骨と言われてる部分で、まあ、比較的弱いというか、折れやすい部分でもありますよね。で、折れたかどうかっていうのは、レントゲン撮ってもね、映らない場所でもあるんですよ。肋軟骨って、レントゲン上にね、映りにくいという性質もあるので、折れたかどうかも分からず、そして、まあ、患者さんは、まあ、苦しむわけですよね。まあ、ほっとけば治るんですけど、肋骨なんて。でも、血行がね、悪いと、やっぱりその治りも悪いし、まあ、そんな感じですね。まあ、とにかく、肋骨、まあ、折れちゃったら、まあ、圧迫固定なんですが、まあ、そこまでこうチャレンジしてマッサージするところでもないんじゃないかなっていうふうに、まあ、思っちゃいますよね。で、じゃあ教授にね、横隔膜って先生鍛えられますかっていう話をしたら、残念ながらですね、鍛えられないっていう返事でしたね。もうなんかこう期待を裏切られたっていうか、まあ なんていうか横隔膜に対するアプローチができれば、まあ、いろいろ治療法がね、考えられるんじゃないかななんて、考えていたんですが、まあ、見た目も無理だし、まあ、鍛えることも無理だと、ということでした。でもね、教授、僕も果敢にね、教授に、まあ、攻めていくわけですよ。まあ、質問で。で、
ふーっていう機械とかあるじゃないですかと。もしくはその、ペットボトルの体操で、ふーって吐き続けるような体操があって、それで負荷がかかるから、横隔膜鍛えられるんじゃないですかって言ったら、まあ、それを鍛えているのは、呼吸補助筋というか、横隔膜ではなく、横隔膜を縮ませたり、まあ、伸ばしたりするのに、まあ、肋骨が動きますよね。上部肋骨は前後に動くし、下部肋骨はこの横に広がることでね、まあ、この水落ちから下は横に広がるっていうふうに言われてますよね。要はこの吐くという動作は外腹斜筋とか、まあ、そういった筋肉が、収縮するし、まあ、肋間筋なんかが収縮するというだけで、横隔膜自体にそのストレスが加わってるかっていうことは、それはないっていう話でしたね。まあ、同じような理由で、教授にね、じゃあ教授、せめて横隔膜ってストレッチできるんですかって聞いたところ、ストレッチもできませんというね、もう全滅。もうね、なんていうか、がっかりというか、まあなんていうか、まあ同じ理由でね、まあ鍛えるものに関しても、なんていうか、中枢よりもアウトコースの方から鍛えられますよね。形を作るという意味では、まあ中枢の方は鍛えにくい。例えば、大臀筋は強いけれども、その中の外旋肋筋、まあ同じ作用をするんだけれども、外旋肋筋は小さいまんまですよね。そうなんです。だから、外腹斜筋とか鍛えられたとしても横隔膜自体までは鍛えにくい、鍛えられないということでした。その証拠に横隔膜 の厚さを測ってみたんですが、やっぱり2ミリから3ミリぐらいしかないんですよね。で、その方はね、他の筋肉はもう筋骨隆々な感じ、まあ筋骨隆々までいかないですけど、まあお年ですから、まあそれなりに筋肉がね、出るとこ出てぶっとい感じの骨格だったんですが、やっぱりね、横隔膜は2ミリから3ミリしか、厚さがなかったということで、まあ教授の言う通り鍛えられないとこなのかな、という印象がありました。うん。で、ストレッチに関しても同じことで、なんていうか、中枢よりもアウトコースの方から動きを作って伸ばすわけじゃないですか。だから、なんていうか、まあ、こうしたりね、こうしたりしたところで、横隔膜で伸ばすの圧力が到達する前にどっか肉離れしちゃうんじゃないかみたいなね。そういう感じで、いやー、そうですか、横隔膜マッサージも横隔膜ストレッチも横隔膜筋トレもできないんですね、みたいな。ことで終わってしまったんですが、もう一つ僕は突っ込んでですね、教授に聞いてみました。先生、ヨガの達人だったら触れるんじゃないですかって言ったら、いや、ヨガの達人じゃないし分かりませんって言われちゃって、まあそりゃそうか、みたいなね。まあそんな感じでしたね。まあちょっとこう期待してたのとね、ちょっとがっかりだったんですが、まあでも、解剖学実習室、今回もね、30何人いたんですが、その30何人の目でちゃんと確認し、全員が、あ、これは無理だな、っていうのを、目視。そして動かす。そして厚さを観察する。で、横隔膜を引っ張って、あ、ここまでしか降りてこないんだ、っていうのも確認しました。なので、横隔膜マッサージという言葉を使っている人がいたら、まあ、もしですね、横隔膜マッサージとかストレッチとか、横隔膜筋トレとか言ってる人がいたら、優しく教えてあげてほしいなっていうふうに思います。まあ僕はこうやって発信するとですね、仙腸関節がこうねじれませんよって言った発言を、まあアメリカのね、このハワイ大学で学んできた、医学部で学んできたものをそのままシェアしたら、結構なね、呪いのメールがいっぱい来ましたね。まあそれで商売している先生たちにはもう申し訳ないな、すまんって感じなんだけども、横隔膜はまあ触れるところにはなかったという事実をですね、まあこれをスタンダードにしたいなっていうか、まあ事実というか、まあ治療科のですね、レベル向上のためにですね、貢献したいなっていう気持ちもあるので、ぜひですね、これは受け入れていただきたいなと思います。また、僕もしくはその僕なんかではなくて、解剖実習行きたいんだけど行けないっていう先生も中にはいらっしゃると思うので、
こんなことを聞いてみてほしいなっていうのがあればですね、コメント欄の方に、まあよかったらコメントしていただいて、まあ、可能な限り答えて差し上げたいなっていうふうに思うんですが、まあ、ぜひ解剖学に興味持っていただいてですね、実際に解剖学を聞きたいっていう先生も結構会ってきましたので、ただね、解剖学を学ぶだけではなくて、解剖学を学んだ後にテクニックまで、作り出すという、ね、考え方ができるように僕と一緒に行けばですね、お話ししたいなっていうふうにも思ってますので、ぜひですね、コメント欄に、コメントしてみてください。今日はね、これぐらいにしようかなと思います。ハワイよりお送りいたしました、ケン山本でした。また YouTube でお会いしましょう。